サンファンはドイツのカードゲームである。アンドレアス・ザイファルトによってデザインされ、2004年にラベンスバーガー社から発売された。日本ではメビウス・ゲームズ社から発売されている。プレイ人数は2から4人。プレイ時間は約30分から60分。対象年齢は10歳以上。スペインの植民地時代のプエルトリコを舞台に開拓を進めるボードゲーム、プエルトリコ。 作者であるザイハルト自身がカードゲームにまとめ上げた作品である。本作品はプエルトリコ最大の港湾都市であるサンファンを舞台に各プレイヤーが建物の建設や商品の生産、売却などを行い名声を競う内容となっている。プエルトリコの特徴である手番のプレイヤーが選んだ行動を他のプレイヤーも実行できるというバリアブルフェイズシステムが 本作品においても取り入られている。また、各カードは建物を表すが、用途によって商品や建設資金の役割も果たすというユニークなシステムを採用しており、類似したシステムを持つ作品も生み出されている。2014年に一部のカード内容を調整し、拡張カードを加えた第2版が発売された。2018年には、プエルトリコカードゲームと解題。 日本では2020年にサンファンにというタイトルで発売された。ゲームの準備として各プレイヤーは最初の建物であるインディー5000両工場のカードを自分の場に1枚配置する。残りの建物が描かれたカードはよく切り混ぜた上で山札とし各プレイヤーに手札を4枚ずつ配る。山札の隣には召喚タイルを裏向きに重ねて配置する。 最初のラウンドの総得を決定し、ゲームを開始する。各ラウンドは総得から手伝いを始、はじめ順次左隣に手伝いを移す。手番プレイヤーは次の5つの行動の中から一つを選び、実行する。この際、他プレイヤーも同じ行動を実行するが、手番プレイヤーは他者より有利な行動ができる特権がある。同じラウンド内では他プレイヤーが すでに実行した行動は選択できない。上記の行動内容は、自分が建設した建物の効果によって、特定の建物の建設コストが1枚軽減される、監督にて商品を2つ生産できる、参事会議員にて2枚を手札に加えるなどと変化することがある。特権と建物の効果は重複するため、例えば建設コストが2枚軽減されたり、 商品を3つ生産できたりする状況も起こりうる。プレイ中に山札が尽きた際は捨て札をよく切り混ぜて新たな山札とする。全員が1回ずつ手伝いを行うと、ラウンドが終了し、総督を左隣のプレイヤーに移す。ゲームの途中で得点を獲得できる建物の処理や手札の調整を行い、次のラウンドを開始する。 いずれかのプレイヤーが12個の建物を建設した時点でゲーム終了となる。各プレイヤーは建設した建物に設定された特典と一部の建物にて獲得できるボーナス点を合計し勝利点とする。最も勝利点が高いプレイヤーが勝者となる。ありがとうございます。